粗品です。せいやです。うん、まっすぐ霜降り明星そんなも知らんの選手権。おお、霜降り明星の物知らずを炙り出す企画です。出題されるクイズの答えをせいやと粗品、そして一般常識人として小林マネージャーがそれぞれフリップに記入し、霜降り明星の2人とも不正解で小林マネージャーのみ正解した場合、霜降り明星そんなも知らんのに成功です。今回も視聴者から届いた問題に挑戦してもらいますので、くじで引いて読み上げましょう。まだ未だに成功者なし。なめんなか。そう、恥かかせんな。謝れ、調子に乗るなんですね。ちょうどここを射抜かないといけません。なるほど。じゃあいきますよ。はい。はい。チューブネーム、アリラロリロ。21歳、大学生。最近流行っている性格を16タイプに分類する性格診断の名称は、ローマ字、4字で、4文字で。なめんな。なめんなよ。うわい。うわい。なめんな、なめんなよ、なめんな。あのね、あの時間かかるやつね。なめんなよーと。なめんなよ。なめんな、なめんな。小林さん、お、迷ってる。俺はどうだ。さあ、いけましたか。まあ、全員正解でしょ。当たり前ですね。いきます。 MGTI。 なめん、え、まだか。MGTI、 ASMR。 POG。 ポガポガポガポポポガ。おいおいおい、調子に乗るな。そんな、わかりやすい、わかりやすい。調子に乗んな。ポガ、知識ひきらかしやがって。ポガ。 MBTI。 うわー、くそ。 MBTI。 はぁ、知るか。なめやがって、なめやがって。調子乗んな。ポガポガポガ。何ですか。ブラジルのなんか決まりですか。ポガポガ。お、チューブネーム怪盗ソルト、塾講師24歳。お、怪盗ソルトや。パイズリという言葉を考えた芸能人といえば誰。これはなめんなやな、うん、正直なめんなやな。あ、俺はどうなるか。じゃあ、せいやさんからいきますか。はい、山田邦子さん。邦、山田邦子。山田邦子。おー、なめんな、なめんな。山田邦子、パイズリ、大橋巨泉、ボイン。常識。いいね、常識やな、常識。はい、まだやっぱ成功者おらんね、そんなもん。ちょうどいいのないんかい。チューブネーム、サブ赤うんこ。なんやそれ。職業、金融機関職員。2023年10月1日時点で YouTube 上で最も再生されている日本人アーティストの MV は。はいはい。ミュージックビデオ。なめんな。なめんな。どっちかやな。これでしょ。一番再生されてるミュージックビデオね。なめんなっちゃうしやな。なめんな。なめんなよな。おぉ、いや、もうそのどんだけ霜降り明星がアンテナビンビンかってことですよ。まあ、うん、このお笑いもそうですけど、この、まあ、2人とも音楽も好きやしね。そうね、アーティストチックなとこもあるから、エンターテインメントとして。もちろんここはもう外すわけにいかない。なめんなー。
じゃあ俺から行こうか。はい、いきます。夜遊び夜にかける。いやでもいいよ、マジで。マジで言ってる。コンビは両翼、二人で飛ぶ夜遊びアイドル。違う。うわ、やばい、これやばいぞ、やばい。おお、危ない。調子乗んな、わかるか。なんやねん、危な、今危なかったな。米津玄師、レモン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 なんや、すげえ。レモンか、知らねえ。危ない、今2人不正解は一番危ない。危ない。レモンか。はい、チョレム新地、27歳会社員。阪神タイガース岡田監督が使用していたことで話題となった優勝を指す言葉は。あ、もう何やの、しょうもない、しょうもない。はい、いきます。あれ、あれ。表記、あれ。うん、オッケー。なめんな、なめんな、なめんな、なめんな。これ、なんなんやん、ローマ字で。え、なんかこんなんじゃなかった、あれって。これ、ね、あ、そうなんや。こっちが合ってる、なんやったら。いや、言葉ではあれって言ってて、なんかネットでいじられて、こんなん。あー、そうなんや。これでも、うん、富やから俺。そうネット民な、ネットの住民です。チューブネーム、レアチサニサチアレ。はい。魚には成長するにつれて名前が変わる出世魚と言われる魚がいます。はい。関東地方では若し、稲田、わらさ、次は何になるでしょうか。なめんな、何。関東の若し、稲田、わらさ、次は何。え、どこ出身ですか。三重県。あ、なんや、なんや、ね、関東の言い方ってことね。そうな、関東の言い方でいいのね。言ってんねん。ああ、若し、稲田、わらさ、まあまあ、好きやもんな。好き好き。で、出世魚かっていうボケもしてるし、してるね、漫才で昔ね。好きですよ。何回も出世魚のウィキペディア見たことあるわ。これ出世魚やっけみたいな。言っていいっすか。マジで正解ですよ。の、行きましょう。行くじゃん。はい。もじゃこ。まあまあまあ。ブリ。おえ。ウェイ。マス。マス。ま、マス鮭。謝れ。謝れ。謝れ。に恥かかせやがって。恥かかせやがって。謝れよ。マス。もじゃこを。マスを攻めることによってじゃないよ。もじゃこ。いや、もじゃこもっとはずやね。もっと下か。もじゃこ。もじゃこ。チューブリム、ヨウカイチのパル。G7 や G20 の G は何という単語の頭文字。なめんなよ、なめんな、いい加減にしてくれ。なめんな。レモンか。もう最後ぐらいよ、これ。なめんな。なめんな。なめんな。いきまーす。はい。いいですか。G でしょ。はい。グローバル。なめんな。いや、なめられてんねん。あ、そう。いたちや。ガーバメント。おい。でかおい。なめんな、なめんな。なんで音量上げたんや。やばい、二人不正解や。やばい、初めて。やめてー。グレート、え、グレート、鬼塚。少々調子乗んな。 GTO かよ。グレート、なんですグループ。グループなんや、むず、おもろ。まあ今回も下降りの女、そんなも知らんのとはなりませんでした。はい、皆さん挑戦待ってます。なめんなよ。なめんなよ。もじゃこ。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。